基本運動とともに大事なのがこの補強運動である。高度な技を支える強靭な体力を養うために欠くことができない。補強運動で一番大切なことは一度に無理をせず地道に長期にわたって行うことである。腹筋を鍛えておくということは持久力の向上や中段突きによるダメージの軽減、また突きのスピードや破壊力の向上に大変効果的である。ここで代表的な訓練方法を見てみよう。また補助をしてくれる人がいるならばこれらの訓練も行うとよい。ただし基本的には一人で行えるものなので訓練方法は工夫次第で自然と広がっていくはずである。この運動は背筋を鍛えることにより上半身の安定を高めるものである。腕立て伏せと同じ要領であるが手のひらでなく正拳で行う。これは腕の鍛錬ばかりでなく正拳突きのフォームの矯正にも効果がある。床には拳の人差し指と中指の付け根が当たるようにする。手刀を打ち、あるいは抜き手など、指への負担はかなりのものがある。そこで、日頃から指や手首を鍛えておくことは絶対条件である。最初は5本の指を使って行い、徐々に指の数を減らしていく。
足、前足をグッと上げる。このようにね、鋭角に曲がってもダメだ。力をどこに入れるか。